メールでくださいという形がダウンセルで、まあ10万円とかですね、そういう感じの意味合いです、まあ、これ一つの例なんですけれども、これがダウンセル、アップセルですね。で、価格の決め方もあなたが欲しい価格ですね。ブログの紹介文について聞かれました。この方は、ブログを始めたんですと、海外移住を将来したいのでということなんですけれども、例文とか参考例、文例ですねについて知りたいです。あと A8 ですね、 A8 ネットのブログの紹介文どういうふうに書けばいいんでしょうかってご相談ですね。 A8 について結構相談来ますね。やっぱりブログの紹介文が、まあ、ファンブログっていう形でブログがなくてもセルフバックとかできたりするんですけども、一応その A8 で、 A8 はやっぱり人気なので登録する人が多いということもあって、A8 絡みで例文とかを聞かれてますね。まあブログの紹介文、別に例文というほどが必要なほど長いテンプレートもいらないですし、長いものは必要ないかなと思います。まあツイッターのプロフィールとかはですね、結構まあそれなりに使いこなす人にとってはそれなりに重要なところなので、その書き方のテンプレというか決まりの重要な部分はあるんですけども、ブログの紹介文はそこまでないかなと思います。本当にあなたが伝えたいことをシンプルにですね、分かりやすく伝えるっていうのを心がけて